イルジルージェクイルジルージェクソ連のスパークリングイルジ、ルージェク本のムシイルジルージェク、イシスイルジルージェクネットワークイルジルージェクチェコ、中央山脈イルジルージェクは、チェコのアートフォトグラファ。プラハを拠点に活動している。チェコの首都プラハの北西約6 4トルにある、ウースチー州の自治体、リトムニエジツェで生まれ、7歳まで、そこで育った。7歳の時、家族とに、 リトムニエジツェから少し離れたところにあるリボコバニー村へと移り住み、22歳まで同地で暮らした。1981年から1985年にかけ、リトムニエジツェのギムナジウムで学んだ。ロックやフォーク、ジャズなど様々なジャンルのバンドでベースをプレイしたり、歌ったりするようになったのもこの頃のこと。 1983年から1988年まで、ヤロスラフ・イェジェク音楽院で作詞とシナリオライティングを学んだ。1989年11月に、チェコスロバキアで起きたビロード革命当時、ルージェクは、チェコスロバキア軍で働いていたという。1995年、28歳の時、ザ・プリーズ・ドント・ケア、バンドというバンドの CD のために写真を撮影。 多分これが、フォトグラファーとした活動をするきっかけになった出来事だと思われる。バンド活動は2005年に止めている。2004年から2005年にかけ、クロアチアのアーティスト t ハタジのボディーペインティングシリーズの制作過程とその作品を撮影。2004年、プラハに移り、現在は建築家でフォトグラファーのルドゥミラ・ホブロバと共に暮らしている。ありがとうございます。